行き先と距離が示された、オーストラリアクイーンズランド州のハイウェイでの標識イギリス地方都市での重量、制限標識丸みを帯び、どこからでも見られる道路標識は道路の傍らもしくは上空に設置され、利用者に必要な情報を提供する表示板である。交通事故を未然に防ぐための規制、危険箇所への警戒喚起、指示、案内による交通の円滑化などを目的に設置される。道路標識は、道路上の交通が安全かつ円滑に移動できるようにし、かつ、道路の保全を図る目的で設置される。上記の目的のために、以下の性質を持つ必要がある。道路標識には、様々な種類があり、国際連合経済社会理事会による1968年の道路標識及び信号に関する条約の附表1では、下記の8項目に分類される。日本の道路標識を参照、韓国の道路標識を参照、朝鮮民主主義人民共和国の道路標識を参照、中国の道路標識を参照、ヨーロッパの道路標識を参照。1968年に欧州諸国は道路交通に関する条約に調印し、参加国間での交通規制の標準化を手掛け始めた。その一部である道路標識及び信号に関する条約によって道路標識や信号が決められている。その結果、西ヨーロッパ各国では条約以前にできた一部の国独自の例外を除くと道路標識は大体標準化されている。欧州の道路標識の原則は形と色が目的によって定義づけられていることである。三角は警告標識。禁止標識は丸型で周囲が赤。情報標識などは長方形。警告標識に表示される動物の例では、ムース、カエル、鹿、アヒル、牛、羊、馬、ホッキョクグマ、猿などがある。動物イラストの使用は、ウィーン標識条約で決められている。方向標識は、ウィーン標識条約では定義されていない。その結果、国によっては、かなり違った形状のものがある。字体、矢印の形状、特に色などはかなりバラバラである。ただし、ウィーン標識条約では高速道路標識は、緑地に白文字、または青地に白文字と決められている。止まれなどの文字は、英語やその地域の言語が使用される。ラテン文字以外の文字を使用する言語の場合は、地名などは、ラテン文字での音声表記が必要とされる。欧州各国はメートル法を採用しているので、距離単位は基本的にはメートル表示が使用される。ただし、イギリスのみ例外でマイルが使用されている。アメリカ合衆国の道路標識を参照。アメリカ合衆国とカナダでは多くの道路標識が共通で使用されている。使用される色、編集北アメリカにおいては主に下記の色が使用されている。カナダケベック州の英語、フランス語、クリー語の3カ国語表示の停止標識。高速道路、標識、編集各州ごとに独自の高速道路表示が使われているが、全国規模の高速道路は共通の表示が使われる。単位、編集距離単位は国ごとに決められている。主にアメリカ合衆国ではマイル、カナダではキロメートル表示が使用されている。言語、編集北、アメリカでは主に英語が使用されるが、カナダでは英語、フランス語の2カ国語表示が使用されているところもある。ケベック州では主にフランス語が使用される。アメリカ・メキシコ国境近辺では英語、スペイン語の2カ国語表示が使用されているところもある。その他、カナダでは地域の特性によってクリー語などの表示もある。フーアアルファベット書体。編集北アメリカの道路標識では一般的にフーアアルファベットが使用されてきた。フーアは連邦高速道路行政機関の略。1945年に発行した交通制御器具標準書体で定められ、その後フーアで更新された。現在は道路標識全体の表現を定める標準道路標識の一部となっている。クリアビューフォント。また近年、アメリカの研究者が開発したより見やすいクリアビューフォントがフーアにより暫定的に許可され使用される例も多くなってきた。カナダでは高速道路や一般道でも使用されている。地方自治体や空港公団などが独自のフォントやヘルベチカなどを使用する場合もある。オーストラリアの道路標識を参照。ありがとうございます。